こんにちは、わらび座の鈴木純子です。今月もやってまいりました月一わらび。この配信はわらび座を応援してくださる皆様に、私たちが今どんなことに取り組んでいるか、普段は見えない姿までググッとお伝えする配信になります。今月はこのメンバーでお送りします。じゃあ11月といえばでちょっと投稿したいと思うんですけども、最近秋田米新品種秋系821が名前が決まりましたよね。世界的にも有名になって、咲き誇れ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 と咲き誇った、ちょっと話を皆さんね、女子なので聞いてみてください。咲き誇った話何でもいいんだったんですけど、前に私自分の部屋で墨汁こぼして、畳に墨汁が咲き誇りました。畳だったの？すぐの花が咲いたんだ。すぐの花咲きました。ちょっとほっこりした話で、11月3歳の子の誕生日で、みんなで誕生日会をしてね、とにかくプレゼントが最高に多かったわけで、今腹ペコ青虫にハマってるらしくて、ここからここまでのね、でっかいぬいぐるみをすごいプレゼントされて、すんごい最初ビビってたんだけど、めっちゃなんか最後に「うわ!」っていう動画が送られてきた。なんか心がほっこり、なんか癒し、今会えない今癒し、なんか咲き誇って、ごめんなさい。結構咲き誇ってまして、はい、森林工芸館のがグッドトイ受賞しました。グッドトイ受賞、いいおもちゃ、いいおもちゃをして天秤で、面白いこれどうかですよ。ぜひ検索してみてください。あともう一つ、ビールです。ダブルチョコレートポップがヨーロピアンビアスター同賞受賞。では本題に行きたいと思うんですけども、この5人の共通点があるんです。なんだろう、女子というわけではなくて、女子のあれです。最近エデュケーションをしたメンバーでんです。エデュケーション、教育ですね。教育、なんでわらび座でそんな教育って話が出てくるんだろうね。ちょっと説明されていいと思うんですけど、実はこの3人最近田舎学校というイベントに出演しました。子供たちにふるさとという体験をということで、その中も、シアターエデュケーションの、プログラムが、ね、2時間ほどあったんですけども、それシアターエデュケーションですね。演劇の教育です。例えばその大きな声を出してみようだったり、人と人とで言葉を交わしてコミュニケーションを取ってみようっていう、そういったプログラムをいくつかね、ゲームとしてやって、で子どもたちにも表現することって楽しいんだよっていうことだったりとか、いろんな人と関わることって全然怖くないし楽しいんだよ、もっといっぱいやっていいんだよっていうことを体験してもらえるようなプログラムをちょっと2時間にキュキュッとまとめて、今回特別だったのがこの秋田国際教養大学の学生さんたちとコラボしたっていうのが何よりも一番特色があって、ちょっと英語の要素を混ぜたりとか、じゃあちょっとロシアの遊びをシアターエデュケーションの中に盛り込んで一緒にやってみようとか、だるまさんが転んだって同じようなゲームが世界にいっぱいあって、例えばフランスでしたっけ、アンドゥトラーソレイユ、そのだるまさんが転んだっていうのをアンドゥトラーソレイユって言って止まるっていうゲームが、もう私も全くね、ロシア語喋れない。いや、そうだよね。そう、もうね、もうゲームの名前もあれだ。言おうか。なんですか。モーリーザンブリー。あ、それゲームの名前では。あ、違うか。そう、モーリーザンブリーって言って。大丈夫。これが波を止まってっていう。波？そう。波。まあこのゲームをやるだけだとちょっと演劇的表現があんまりないなっていうので、みんなは動いてくる、みんなは海の中にいる。生物だったり、自分が波になってみたり、泳ぎながらね、こう近づいてみようっていう自分なりにね。すごい子供たちの発想力がすごかったよね。がむしゃらにこう来る子も当然いれば、私はヤドカリさんなんですっつってもうひたすらやる。ヤドカリだから全然喋れない。ちょっとずつ人手の子もいたし。動かないじゃんそれ。そうそうそう。動かでもなんかね、ちょっとずつ。で最後には。その子供たちみんなでね、ゲームを
をしながら一グループずつ作品を作って、でその作品のワンシーンを写真のようにして作ってみようっていうこともやったり、で実はこの美咲ちゃん、そう、今年1年目ですよね。はい、1年目で先生をやってみた。あー、すごい、素晴らしい。いかがでしたか？いやもう大盛り上がりでしたね。本当に3日間ある期間の中の2日目、子供たち同士もすごい仲良くなってて、もうなんか始まる前からすごいもん見えますすごい元気で、でもちゃんとなんか一個一個のゲームには集中したり協力したりしてて、絵本にしたいぐらい、もういい話が出来上がって、そうな話が出来上がって、でセリフとかも自分たちで考えてちょっとワンシーンやってみたりとかして、すごいね。すごい良かったですねお話ありがとうございますそれでは体育の先生みたいな顔に私はあの県内の小学校に今体育の授業で表現遊びとか、高学年になると表現運動、体育の教科書の中に表現遊びっていういろんな動物になってみようっていうのとか、いろんな乗り物になりきってみようみたいな、例えばこうやって手を広げたらほら飛行機、連なって大きい飛行機みたいな、でそれが壊れちゃった、エンジン壊れちゃった修理するみたいな、3年生とか4年生はとにかく表現をするということに慣れてないから、あ、なんていうかこう心を開かせてくれみたいな、もともと心開いてんだけど、なんか開いてんだよ、初めて、こんにちはって言ったら、こんにちはってこれのどこをどうしようかな感じはあるけど学年によって違うから、そうそう、だから1年生なんか本当になんかわーって入った瞬間からは鬼ごっこしようって始まって集合みたいな、もう集合みたいなで私はほら普段ね先生なんて呼ばれることないけど、あすみ先生ってもうそれが何よりなんかちょっともう行ったらもう2回目とかになると、あすみ先生ってここら辺にもうしがみついて歩けないんだけどみたいな、その子供ってすごく発想が良かったので本当驚かされるけど、でもやっぱり出てくるけどどうそれを出したらいいのかっていう客観性がないと分かんない、だからそういう授業があるんだな、多分ね、子供の時からこう表現を培うっていうのはとっても大事。ありがとうございました。今日子供のお子さんへの教育だったんですけど、実は最近私大人の方への教育の現場に行かせていただいてて、大人大人大人20代から50代とか60代までいや、一つの会社に呼ばれて会社で長期的にシアターエデュケーションをやってくるっていう任務を仰せつかされてますだからこの人もっとこうなったら素敵だなとか、そういう人を考えながら、あ、じゃあこの人だったらこれがいいだろうなっていうことも考えるんで、なんかすごくその人に合ったなんかシアターエデュケーションができる感じがして、やっと1ヶ月目を迎えようとしています。今回はその会社に出張して行って、会社の会議室とか、例えば作業の1時間抜けるフラだと負担が少ないから、会社的にはとってもありがたいってことで大変喜んでいただいて、あの受けてる人たちの反応って最初はやっぱり恥ずかしいとか、まず皆さん自己啓発って言われてるんで、最初はちょっとドキドキって向こうの人も言われてる、そう言われて受けてきてくださいって、まず1時間抜けていってくださいので、やる内容聞いてない、やる内容聞いてないから1時間なんか小難しい話をされるんじゃないかなみたいな感じで来て、いや一緒にゲームしましょうって思うから、でだんだんその人のなんか最初は緊張してるけど人となりがこう見えてくる、なんか素敵な笑顔だったり、好きなものを語ってもらうスピーチとかやってもらったんですけど、それとか本当にいい表情するんで、もう自分自身の発見プラスなんか同じく一緒に働いてる人もそういう新たな自分発見すると好きになるじゃないですか、そうすると働く環境もなんか好きになると思うんで、そういう意味でも本当に価値があるなと、これからもっと学んでいきたいと思います。私もです。また私もです。あとそれと重大ジュースがあったんですよ。重大ジュースこれを言わないと終われないんだ。そうだ、聞いてない聞いてない。重大ニュース、はい、わらび座の会オンラインサービスが12月よりスタート。よー、今年からわらび座の会というものが始まったんですよね。で、というのも新型コロナウイルスの影響で皆様の前での公演、そして移動が大変厳しくなってしまいました。そこでわらび座はお客様とのつながりを強く持とうと、わらび座の会をスタート、そしてその目玉であるオンラインサービスが12月についたという、ついに初スタートでございました。オンラインサービスの中にはですね、実は
朝に役者からメッセージが届いてくるという、おおはようわらびとか、そんなことやるんです、そんなことやるんですよ、準備始まってます。またこの月一わらびもわらび座の回でフルバージョンを見ることができるんです。実は今これ見てるの、フルバージョンになりません。え、そうなの？そうなんですよ。そう、前回フルだったんですけど、今回わらび座の回オンラインのみフルバージョン配信、これはもう入るしかないです。そのほか様々なコンテンツを増やしていく予定です。わらび座の回どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、お別れの時間になってまいりました。お父さん、どうでしたでしょうか？私ね、いろんな話聞いて面白かった、うん、同じようなことやってるけど内容全然違うことやってるから、うん、すごいね、面白かったし勉強になりました。勉強になりました、本当に良かったです、うん、じゃあそれではまた次回のスイスイバイ。